こんにちは、クリッカートミーです。自動運転、そして空飛ぶ飛行機と車の進化は止まらない状況です。かつて車のパーツでなくならないものはタイヤと言われていましたが、空中に行くような車が登場した時に残るのはシートではないでしょうか。いやいや、立ち乗りだって考えられますからという人もいるかもしれませんが、自動運転の車に立って乗りたい人は少ないですよね。さて、今回ちょっと縁があって自動車のシート製造メーカータチエスの取材を行う機会に恵まれました。タチエスは1954年に前身となる立川スプリングとして創業しました。1967年には国産初となる天皇陛下のご両者プリンスロイヤルのシートも手掛けています。社名をタチエスとしたのは1986年で、創業地である立川の立ちとスプリング、創業家の斉藤家、協調を意味する SYM などの S を組み合わせたものと説明されました。タチエスの2018年3月期の売り上げは連結で2954億円、社員数も同じく連結で12356名にも上ります。年間の生産台数は438万台分で、これはグローバルシェアで 4.6% となります。最新モデルではホンダ N-BOX、ヒノプロフィア、セッコージーリー、 M ブランド EV450、三菱エクリプスクロスなどのシートを製造しています。基本的にシート作りは自動化と手作業が混合された世界でした。例えば同じ形状のフレームならば完全機械化で次々に作ることができますが、国内仕様、輸出仕様、手動、電動、マッサージ機能、ヒーター機能など様々なモデルが存在する場合はなかなか自動化が難しく、手作業に頼ることも多いとのことでした。シートはフレームにクッションとなるウレタンフォームを装着、表皮をかぶせて仕上げますが、これらの作業も手作業で行われていることが多かったです。びっくりしたのは、革シートの表皮をかぶせ最後に仕上げるのはアイロン仕事であったことです。家庭で使うものと同じアイロンを使ってシートの革を伸ばし、慣らしてシワを伸ばして仕上げるという作業です。この作業を見ていると実に職人的な作業で、車ってやっぱりあらゆるところに職人が関わっている製品なんだなと感じることができました。